はい、パライスの中川井出道場、井出です。そして、パライスの中川所属川崎です。そして、はい、いよいよ近づいてきました。はい、近づいてきました。12月26日日曜日、はい、この大会の大会名と見どころをお願いします。はい、大会名はアートです。で、見どころなんですけど、1回目ですよね。はい、はい、第1回目です。でもたくさん見どころたくさんあるんですけど、はい、まず九州勢いこうか。九州勢ですね、はい、1回戦、内芝選手対瀬谷選手ですね。おお、1回戦からですか。はい、1試合目か。第1試合目からいきなり内芝選手。そう、かなり見どころ、はい、で川崎選手何試合目ですか。はい、僕は6試合目に組まれてます。お、6試合目ですね。はい、はいはい、そしてもう1人いるんですよね、九州の出身が。そうですね、はい、ここ10試合目ですね。はい、トモロー選手、井出トモロー選手対、木部選手。実は2人とも九州なんですけどね。そうです、はい、九州同士の対決なんですけど、はい、そして見どころはね、もちろんラストの石黒翔也選手対米倉大輝選手を見たい一戦ですね、はい、これが今年見れるということで嬉しいですね、はい、で結構あの、まあ、なんかな、中学生、はい、うん、小学生、はい、結構いろいろな方々がいっぱいいます、はいはい、あ、陽介選手もいます、坂本選手もいます。はい、はい、もう見どころは全部ですね、はい、ということで、はいはい、そしてじゃあなんか見る方法があるなら教えてください。はい、配信チケットが絶賛販売中になってます。前売りの方が安い。前売りが3000円で、うん、当日が3500円です。これインターネットで見れるんですよね。はい、ネットで配信してますので、はい、よかったらアート01で、はい、行ってください。もちろんね、近くの人はあの直接目の前で見ることもできますので、はい、今ならチケットを販売してますので買ってください、はい、よろしくお願いします。川崎くん、もちろん行くからには、はい、もちろん、勝ちに行きます。勝ちに行きます。もちろんです、はいはい、アウェーが強い川崎くん、ホームで弱い川崎くんですけど、今度はアウェーなので、はいはい、絶対勝ちましょう。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さよなら。